はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X 続きをやっていきたいと思います。今回ストーリー編ですね。なのでね、前まで進んでたところからやっていきたいと思います。なのでね、だいぶねアーケードモードやってみたりキャラクター入れたりね、だいぶ変えたので、さらに強くなってると思いますね。暗黒魔界の王、ここ読んでいきます。暗黒魔界の戦士が王と呼び、この時空の扉を作った者、そして俺たちタイムパトローラーに恨みを持つ者か。いよいよこの時空の扉の主が分かってきましたね。はい、このまま進めば答えはわかるでしょう。予想が正しければこの先に待つ相手はかなりの強敵だ。注意してくれ。これ設定では多分いるのは、まあ王でしょうね。王なんだろうけどね、予想はね。でもどうなんだろう、やっぱミラとかトアとかより強い設定なんかね、ちょっとわかんないですけどね。ですよね、ダーブラですよね。待っていたぞタイムパトローラーども、今こそ復讐の時だ。ダーブラゼノか。じゃあ違うんだ、普通のダーブラじゃないんだね。あのトアの、まあ、お兄さんって言えばいいのかな。まあそうですよね。やはりこの時空の扉の主はお前か、ダーブラ。我が妹トアの無念はこの私自らの手で晴らしてやる。やっぱりお前の目的はトアの敵討ちか。どんな理由があろうと世界を壊していい理由になどなるか。お前がしていることはただの逆恨みだ。音止まった、これ。黙れ。一瞬バグったかと思った。暗黒魔界の復活は我らの悲願。他のカスみたいな世界など知ったことか。我らの故郷は他の世界などとは価値が違うのだ。暗黒魔界復活の礎となった世界はむしろ光栄なことだ。それを理解せず天津さえ妹の命を奪った貴様らの罪は重いぞ。ダーブラ、妹を失ったことには少し同情したけど、やっぱりその必要はないな。平和に生きる人の歴史を、人の命を何だと思ってるんだ。お前の行いは絶対に許せない。ここで僕がお前の野望を砕く。もはや言葉は不要、殺してやるぞタイムパトローラーども。こういう話なんだね。ストーリーももうちょっとかな。ライバルが2人いる。お前の運命もここまでだな。ああ、3万か。さあやっぱりね、まあ、2回ぐらい貯めといた方がいいですよね。戦闘力が5万になる。狙った敵の記録をダウンするだからいいんだよね、ダーブラでね。敵の戦闘力を上回った。君は成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。さっさと発動。アーケードモードもね、なんかレジェンドクリアとかあるのに、何のキャラクター使わなくちゃいけないとかあるので、こっちでね仲間入れたりしないとやっぱいけないか、そんなありますよね、おそらくね。ちょっとわかんないですけどね。カード入っただけじゃちょっと仲間入らなかったので、やっぱりクリア条件とかねあるんですよね。クリアした時に入るとかね。よくよく見たらこれ主人公と同じ形してる。はい、今回この世界終わるかな、ちょっとわかんないですけどね。楽しみはこれからだ。ラウンド2、ヒーロースカウターの基本効果でアタッカーを決めるんだ。まだ2ターン目ですよね。作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。どっちだってサイヤ人なんだ。いいぞ、敵の戦闘力を君は成功だ。カウターアビリティ発動。まあ、ね、究極カメハメハとか使えるもね、まあ、今のうちですよね。アーケードになったら使えないんでね。
チームの攻撃だ。ボタン押せ。君の勝ちだ。カード成功。仲間のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。さて行きますか。覚悟はできたか。お楽しみはこれからだ。あ、下がっちゃった。ってことは打てないってことですね。打てんのかな。ここで増えたりするのかな。あ、マックスだね。そうだ、ヒーローエナジーマックスだね。ってことは打てるってことだもんね。仲間のアビリティ発動。さて蹴りをつけてやる。スーパーサイヤ人。なんて凄まじい気だ。おほ、スーパーサイヤ人になんて凄まじい気だ。こっちもまだなってないのに。見せてやれ。スーパーサイヤ人に変身したぞ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。まあ、いずれね、こっちもね、慣れるようにならないとね。カウターアビリティ発動。でもそっちにはないスカウターがあるからね。見せてやるぜ。スカウターレベルも上げないといけないからね、やっぱりね、裏作業は大事ですよね。あ、ヒーローエナジーマックスになっててもダメか。元からマックスじゃないとダメなのか。でもいけますからね。すげえパンチ一発であそこまでヘルツ。俺ミラとか強いんだよな。あ、ちょっとずれたけど、あー、オッケー。もうちょいですね。主人公そういえばなんか久々で覚えたんですよね。セットしないとダメなんかな。後半かな、打つのやっぱり。やっぱ恐怖か。変えないとダメか。なんか、なんだっけ、なんかエクスプロージョンなんたらみたいな、そんなん覚えたんですけどね。君のチームの勝ちだ。設定しないじゃダメかな。やった、俺たちの勝ちだね。ウルトラクリアだ。お、入んなかった。これは珍しい。ラッキーだな。最後、そうだね、ダープラとどめ刺さないと入んないんかな。こんな奴らに暗黒魔界の復活を。はあ、はあ、やった。これで今度こそ終わりですね。お疲れ様でした。はい、それじゃあ戻りましょうか。まだこれがいるね。え、なんか違うね、これ。この木は、二人とも危ない。待ちなさい。誰？え？あ、あなたは、時の海王神様。し、時の海王神。とわの手により、時空の扉に封じられていたのではなかったのか？おあいにく様、私は最初からとわの術なんかには引っかかってないわ。え？私がとわに封じられたとすれば、必ずあなたは動く。だから表向きはとわの術に封じられたことにして身を隠してたのよ。まんまと誘い出されたわけね。ドミグラ。ドミグラ聞いたことありません。なんかね、アーケード版の後ろの方にこれ出てましたよね。暗黒魔界編で。だから最近のここをやんないと、やっぱちょっとネタバレになっちゃうんで、やっぱね、ストーリーだろうかなって思ったのもありますけどね。あっちやっちゃってからこっちやっちゃったらね、分かっちゃうのでね。うん。タイムパトローラーもろとも私を欺いていたというわけか。魔人ドミグラって名前なんだね。だが、誘い出されたのはお互い様というものだ。時の海王神よ。なんですって？孫悟飯と、それから、そこの前、お前たちはこれまでの健闘をたたえ、恐怖を感じることなく殺してやろうと思ったのだがな。どうやらお気に召さなかったようだ。では仕方ないな。ドミグラ、準備は整ったぞ。やつってのはこっちなんかな。このシャメルっていうのがね、まあ誰かの、まあ、契約もあるしみたいな言ってましたよね。お前はシャメル。ご苦労、我が同志よ。さすが仕事が早いな。勘違いするな。俺は同志になどなったつもりはない。それと結界の設置なんて作業は契約外だ。これっきりにしてもらうぞ。結界？ふふふ、これでもうお前たちはこの扉から出ることはできん。このまま時の海王神と三人仲良くこの世界ごと消し飛ぶがいい。ふん、無様な最後だな。異世界のヒーロー君。
これまでの戦いぶりを見て貴様にも多少興味が出てきたところだったが残念だな。この地響きは、ゼニーをゲットしたぞ。なんだ、さてどうなる。あ、終わりだ。扉の崩壊。一体何が起きているんだ。大変です。皆さんがいる時空の扉が崩壊していきます。なんだって。早く脱出を。ダメです。時空の扉が何かの影響でロックされています。さっき彼が言ってた結界というのはこのロックのことか。やられた。ドミグラ、最初からこの扉ごと私たちを消滅させるつもりだったのね。ドミグラはこの扉に次元爆弾のようなものを仕掛けていたということですか。ええ、ダーブラと君、あいつにとってどちらが勝っても関係がなかったんだわ。時の海洋神様、そんな悠長に構えている時間はありませんよ。あ、そうか。時の海洋神様は何か脱出の手段を持っているんですね。ううん、そんなのないわよ。まあ、そういう流れですわね。それじゃどうしようもないじゃないですか。うるさいわね。私が来なければご飯くんとこの子が危なかったんだから。それに多分そろそろ彼が来てくれるはずよ。彼？やっと見つけた。大丈夫か。みんな、大丈夫かだね。お父さん。来た、さあ早く瞬間移動で脱出よ。よしみんな、早く裏に捕まれ。さすが悟空。悟空ゼノ入んのかな、じゃん。ゼニーをゲットしたぞ。そろそろヤムチャがね、どうなんだろう。時空の扉が浄化されていくぞ。まあ、悟空入るんだったらちょっと入れ替えようかなとかも思いますけどね。ベジータゼノはちょっと欲しいんでね、強いから。扉の浄化完了だ。よくやってくれた。これでこの下行けるかな。で、出てきた。よかった、間に合ったんだね。無事か、貴様ら。あ、危なかった。助かった。もう悟空くん遅い。もう少しでみんな扉ごと消し飛ぶところだったわ。そんなこと言ったってよ。時の海洋神様が場所も言わず勝手にストンで行ったんじゃねえか。それにあの扉には他にも助けなきゃいけないやつがいたしよ。あ、そういえば、ジャコさん、彼のことをすっかり忘れていた。あの銀河パトロールってやつも、オラが安全な場所に送っといたぞ。そうですか。お、よかった。とにかく事情を説明してください。事情、これじゃあ何がなんだか。大体はさっきの時空の扉の中で話した通りよ。トアの手により、みんな時空の扉に隔離されたり洗脳されたりしたけど、私と悟空くんは、実は隔離を免れていたの。ああ、そんですぐにトランクスと合流しようとしたんだけど、敵はトアだけじゃないってことにピンときてね。逆にトアの手で隔離されたことにして裏であいつの足取りを追いかけてたのよ。あいつさっきの男ですね。確かドミグラ。あいつはトアが集めたダークエネルギーを全て奪っていったわ。おそらくドミグラと一緒にいたシャメルって子もやつの仲間ね。自分の手を汚さずエネルギーだけを奪ったわけか。汚ねえ野郎だ。ドミグラは奪ったエネルギーで一体何を？確かダークエネルギーは暗黒魔界を復活させるためのエネルギーでしたよね。ええ、だけどドミグラの目的はトアとは違うわ。ドミグラは集めたエネルギーを使って歴史の支配者になることね。それもトアと変わらないくらい大変なことじゃないですか。ええ、だからこそ私と悟空くんでドミグラの動向を探っていたのだけど、結局エネルギーはまんまと奪われちまったな、なはは。なははじゃないよ、お父さん。どうするんだよ。ダークエネルギーはあくまでも暗黒魔界のエネルギー。ドミグラもすぐには自由に扱えないはずよ。その間に居場所を突き止めましょう。結局地道に扉に飛び込むしかないということか。まあ以前と違って今はみんな集まってますから。おう、みんなで探せばなんとかなさ、な。そうかな、そうだよね。頑張ろう。はい、皆さん引き続きよろしくお願いします。何言ってるの、トランクス。ここからはあなたも浄化に参加しなさい。え？今まではパトローラーベースを無人にするわけにもいかなかったけど、私がちゃんとベースに結界を仕掛けておくからもう大丈夫。今までただみんなの戦いを見ているだけなんて歯がゆかったでしょ。もう我慢する必要はないわ。あなたもこの子と一緒に戦いなさい。さて誰入れるか。はい、ありがとうございます。そして君もこれからも改めてよろしくな。
ちょっと待って、悟空と入るのか。あ、こっちか。トランクスゼノのカードを使う機力を取り戻した。せっかくだからトランクスゼノ使おうかな。強いな。でも3300、2800、2000って書いてる。悟空欲しいんだけど。その前にどこ、あ、真ん中もあんのか。まだあんのか。使える施設が増えたみたいだ。さてどうするかな。ヤムチャまだ全然あるね、先ね。なのでね、これクリアしないことにはね、話にならないので、これで下のとこ開けても最後なんかなと思ったけどね、まだ全然だわ。なので、まあ、やっていくんですけどね。やっていて残ったところはね、またちょくちょくね、浄化していったりするので、まあ、とりあえずはね、今回は、まあ、ここまでかな。次ここだね、時空の扉4の2。なので、はい、じゃあね、次の場所だけちょっと入ってね、顔出しましょう。まだいっぱいあるんでね、サクッと行きましょう。神々の世界。あ、次ここなんだね。この世界からは全く気を感じない。本当に何か異変が起きているんだろうか。困惑する君とトランクス。だが、悟空だけは何かを感じ取っているようだ。なるほどね。ということでね、次回からね、この神々の世界、攻略していきたいと思います。なのでね、まあ、あそこの扉全部やったらもう5の1とか2とかなって、そこら辺多分最後なんかなとは思うんですけど、ちょっとわかんないですけどね。まあ、そこまでね、まあね、パートやっていきたいと思いますので、まあ、このままね、次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。